それぞれのデバイスは、なんていうんですか、その表現の特性っていうのが全部違うんですね。ですから、まあ、あの基本的にはバラバラに見える。でそれを、まあ、ICC プロファイルっていうものを使ってなるべくこう絶対的な尺度を通して変換することで、モニターでもプリンターでも、なるべくこう色の差がないように見えるようにしましょうっていう、まあ、そういったものが、まあ、ICC プロファイルっていうことになります。ちょっと難しい言葉ですけども、各機器の色に関する特性が記述されていて、機器間で色情報をやり取りする際に利用されますということですね。で、よくですね、 ICC プロファイル使うから写真が綺麗になるんでしょっていうようなあのご質問いただくことがあるんですけども、それはね、実は正しくないんですね。ICC プロファイルはなるべくこうデータに忠実に出していきましょうという考え方になりますので、綺麗に写真を自動的に綺麗にしてくれるというものではないということを理解しておいてください。